ちは、こんばんは。超釣りグッジョブのお時間がやってまいりました。今日はですね、ここどこ部長、静岡県清水港です。おーすごい、はい、今食い気味できたね、はい、勉強してきたんですか、ここの地名を。リハ、まあ、リハからの流れだった。そういうこと言っちゃダメだね。そうなんですよ、今日はこの清水港さん、そしてここは山梨県から一番近い漁港さんになるんですね。で今日僕らは海釣りをするんですけど、この海釣りで今日お世話になる大和丸の船長さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしていつも海釣りだと僕らの我らの仲間のゆうきくんも遊びに来てくれてますんで、ハローよろしくお願いします。まあ、またねこのメンバーで今日楽しく釣りができたらなと、いいね、思っとるんです。ただ、はい、なんか 船釣りというと非常にこう敷居が高く感じるでしょう。もう初心者の人なんかもう絶対これいや船無理だよと思いがちでしょう、うん、これね違うんです。根本的にねちょっと考え方を変えていただきたい。うん、船の釣りは初心者全然できます。はい、はい、できるんだよ。で船長がいろいろ教えてくれるからその通りにやればいいだけの話 で仕掛けも教えてくれる、餌もある、でポイントを回ってくれる。これ家族とかできたらめっちゃ楽しいじゃん。あ、楽しい、絶対楽しい。ね、ね、そうなの。でこの大和丸の船長さんはですね、いろんなところに連れてっていろんな魚を釣らせてくれますんで、なんかねこのコロナの時期が終わったらみんな来てほしいですね。うん、うん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 、ね、ぜひ来てください。最初はみんな初心者ですから、うんうん、どなたもプロの方も最初は初心者ですから、うんうん、人に道具を借りてとかね、うん、うちでも貸し道具も全部揃ってますんで、ぜひいいかと思います。うん、手ぶらでいいんですか。はい、結構です。いいですね。だから釣った魚を持って帰るクーラーくらいはね、なんとか持って帰る、ね、持ってきて今日みたいですけどね。うんうん、あとは何もいらないですよ。いや手ぶらで来れるっていいっすよね。そうですね、めちゃめちゃいいですね。楽。やっぱそのタックルの準備とかもね、自分でしてとこうっかり忘れちゃったとかもあるじゃない。あと何を持ってくればいいのか、ね、何を使えばいいのかとかね。言ったら自転車で来れるね。50人を自転車で下りますか。自転車で来れる。帰りは魚しょって。そうそう。いやでも本当に初心者でも。これ確かあれですよね、初心者割引みたいなのあったんでしたっけ。あります。あるんですよね。初めての方はね、全体の金額より2,000円、おー、すごいよ。も小学生も割引させていただいてます。詳しくはですね、ちょうど多分この辺に大和丸さんの情報が出ると思うので、ぜひアクセスして見てみてください。お願いします。はい、それでは今日はこのメンバーでやっていきたいと思います。超釣りグッジョブスタートです。超釣りグッジョブ。で、針先は出していただいても構いませんけれども、まっすぐなるように。美味しそうでしょ、うん、美味しそうっていうのが大事で、まあ、そう人間が見て美味しそうだったら魚だって美味しそうに見えるはずだと話したことはないけどもね。それで今度はコマセカゴ、これくらい、もう本当に悠々に詰めなくて結構です。さあ今度は投入です。コマセ釣りですから、コマセを巻かなきゃ魚寄ってきません。しゃくるんです。ぐん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 、今コマセが出てます。もう1回3回くらいコマセ巻いて、よし魚来いよっていう祈りながら、コマセを巻いたところ、ここに魚が集まるんで、ここからパラパラして、でその中に1個だけ針を混ぜる。これはお魚を寄せるための餌です。魚探っていうのがあるんですけど、棚って言って生命反応が映ってるんですよね。で船長が、65にしましょうっていう、こう、まあ、メーター深さですね。だからその魚探見て、生命反応がある棚に合わせてあげると。全く違う棚にね、生命反応ないところに、まあ、餌を落としても釣れないんで。7が35、
正面から35度ですよ。三角と5メートル。三角まで落として、手前を振りながら、マーカーを見ながら、5メートル上げてください。さっきすげえ映ってたもんな。あ、来たかも。来たかも。来た。お、来た。ちょっと。なあ、ダメ、竿を立てて、竿を立てて、竿をまずバケツに入れる。クラッチ切っちゃっていいよ。え？出てー、あ、もうあげちゃう、あげちゃう、はい、わー、はい、置いちゃう、やったー、また打ちまーす。腹がすごいだろうなー。よし、食った、食いました。お、来た、青だ、青だ、青だ、すげー、何撮れた、イナダ、イナダ、はい、撮ったね、これ撮りやした、イナダくんです、イナダくん入った、青だ、青だ、締めました。美味しくいただきましょう。美味しくいただきましょう。動線もすごい近いですからね。で、あと泊まるところもありますし、日帰りで行くにもかなり近い場所なんで、あとはやっぱ船長たちも優しい人が多いんで、あとは貸し竿とかもありますし、手ぶらで来れますよね。なんで結構人気ですよね、清水とか。沼津だったり清水だったりは特にこう海っぽくないんですよね。波がなくて湾内なんで、船酔いもほぼしないと思いますし、まあ初心者向けにはすごくいいと思います。魚も多いんで、そういった部分ではデビューするにはすごくいい場所だと思いますね。青物だな、食べちゃって立てて、おー、でかいでかい、これか、アビガル部長、ナイス、ナイス、あー、寒い、正月よ、これでいい正月を迎えられるよ。本当だね、これ正月の魚だよ。正月魚でございます。やばい、自分のやってるコマセの振り方とかあるいはこういうイメージして、そしたらどういうふうに動くかな、魚にどういうふうに映ってるかなとかっていうのをイメージしながらやると楽しいですよ。あ、来た、あんた、なんか来た、サラゴン、来た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 、リールこうしっかり握んな、リールを、リールを握る、ターミング、ターミング、ここだよ、ここの間に入れる、リールをゲット握るんだよ、ゲッ、今しかも合わせがなかなかクローズだったぞ。竿を立てて、さあ、なんだろうね、で、カゴ入れて、はい、あ、いるね、はい、手繰り寄せて、タイだ、またタイ、タイマスターだね、タイマスターだね、でもなかなか料理系ですよ、これ食べていく、おいしい、おいしい感じ、みんなだわね、さらこうリールさ、はい、こうやって握れよ、こうこう掴むの、魚来た時は、リールをしっかりこう掴まないと、こういう風に握らない、力入んない、うん、あ、こうやって回したでしょ、細いから絶対手首折れるの、うんうんうん、だからギュッとこうリールを包み込むよ、
魚が来たとき、こうカチカンちゃって動かない、ギュッてできる。そう、やったけど稲川の子に行っちゃった。いいじゃん、タイだって。なんでタイなんだろうな。すげえ、タイ連れてブーブー言ってるし。本当嬉しいんだけどな、仲間だよ。こっちだ、こっちだ、なんか来た。これは青物じゃねえかな。これ結構きついですね。いいよ。あ、また稲田かな。はい、あざーす。あ、でかいな。ナイスキャッチ。ちょっとサイズ上がりましたね。お、ちょうど外れた。いや、正月の刺身が取れました。ブリシャブ、ブリシャブね、ブルチャブだね。なんかすげえこう難しい釣りにこれ見えるんですけど、あの簡単です。僕も今日初めてですからね、これ。なんていうのかな、船って聞くとすごい敷居が高く感じるじゃないですか。でも全然逆に船乗った方が、あのいろいろ船長さんとか教えてくれるし、いいっすね。来た。乗った。タイだ、タイ。おお。いいよ。ほら来た。おーしゃ。来た。よしよし。はい、ありがとうございます。これね、市場で出して多分今キロ5000円くらいかな。おー、市場でキロ5000円。おっしゃ。釣りましたね。おお、来た。長手ですよ。40メーターぐらい下にいますからね。俺これ合ってんのかな。最初数えてなかったんだ。あ、来た。来たね、これ。来た。来た。すごい。今40いくつでしたっけ。ちょっと小さいタイ。こういくわこれ。汗が来たなこれ。ダブルヒット。ついてるのかな。バレたんじゃね。あいたおー、いい台、でかい。ちっちゃいな。でかい。これでタイ。イエーイ。タイ。やったりやしたよ。タイでございます。やっと慣れてきたら終わりって感じですね。来た。おー、来た。カラコ頑張れ。上がったれば。あう。頑張れカラコ。カラコ頑張れ。めっちゃ響くけど。何にも手助けしてあげられないからね。ちょっと。俺負けカラコ。いや、手伝ってやりたいけど手伝ってあげれねえよ、ほんと。なんで散々手伝ったのに。俺頑張れ。あ、もうほんと逃げやすくなる。まあ大変だけど助けないよ、あげるまで。はい、スパイです。やったー。やったね。やったー、ゲットー、グッジョー。